どうもご紹介ありがとうございます。大阪大学の小野田と申します。よろしくお願いいたします。今日このような私たちの開発しました技術を紹介する場を設けていただきました関係者の方にお礼を申し上げます。さて、技術にてバイオ医薬品のための N マッタン選択的就職技術ということで、私と林隆教授と連携して開発技術でございまして、学生の博士課程3年生の井上君と一緒になって、進めてきたものになります。まず私たちのこの技術の概要をこの1枚に集約しております。全2工程でタンパク質、あらゆるタンパク質の N マッタに製剤とさまざまな有機分子をつなぐ技術でございます。こういったような薬剤あるいは蛍光分子、何でもいいんですけど目的の分子で、アミノ基を持っているようなものを1工程で TA4C という後ほど説明させていただきますけれども、こういうタンパク質修飾剤に導くことができます。またこの修飾剤はこの全てのタンパク質のこのアルファアミノ基という N マッタン一つしかない部分ですけども、この部分に対して選択的に修飾することができる、こういったような形でわずか全2工程で目的の分子をタンパク質の N マッタンに修飾することができる技術になっています。さて、こういったような形でタンパク質の化学修飾というものがどういったことに使われているかあるいはということなんですけれども、第一にはこのタンパク質と薬剤ですね、抗体薬剤複合体というものがあるかとございます。抗体によってがんを選択的に認識する、それによって他の細胞への副作用を減らして選択的に薬剤をがん細胞に送る、こういったような最先端のがんの治療薬の一つでございます。こういったものを製造する際にタンパク質の抗体の模式図をここに示していますけれども、いかにタンパク質のある選択的な部分に対して薬剤をつなぐのか、こういったから非常に重要な技術でありまして、製薬メーカーをはじめさまざまな分野で技術の開発が進んでいるんですけれども、そういったことでこのバイオ医薬品等の非常に大きな市場に適用されうる技術になっています。このタンパク質化学修飾ですけれども、もちろんバイオ医薬品にも使われているわけですが、それ以外にも例えば検査試薬、人間とドッグ等に行きますと皆さん使われるようなことになるわけですけれども、あるいはタンパク質の材料ですとか酵素固定化の触媒、あるいはバイオセンサー、バイオデバイス、こういったようなさまざまなタンパク質を使う全ての応用に適用されうるものでございます。蛍光色素、それから核酸、ペプチド、機能性のタグ、材料表面との分子といろいろな応用が考えられるわけですけども、そういったものをつなぐ、リンクするような技術になっています。いずれの場合でもですね、この一選択性、タンパク質のどの部分に選択的に結合するのか、そしていかに簡便にこの選択性を持つ技術を実現するのかというのが求められているということでございます。もちろんこういった修飾技術等は我々の身の回りにすでに応用でたくさんあるわけなんですけれども、そのほとんどはですね、リジンという残基の修飾になります。少し化学の細かいところになってきますけれども、活性エステルというような脂肪剤を使った手法になるんですけれども、これが本当に一般的に最もよく使われているものでございます。でタンパク質のその表面に複数のリジン残基がありまして、それと反応するということになります。したがって選択的な修飾というのが基本的には容易ではないということになってきまして、ランダムな修飾体を生成してしまうということが従来から一つの問題となっておりました。そういったことを解決する意味で選択的な手法というものももちろん開発されて応用されておりまして、システインという別のアミノ酸残基がございますけれども、このシステインに対してこれまたマレイミドという別の有機化合物の負荷反応を使うことによってですね、タンパク質の中にあるシステインのみ選択的に修飾することができる、こういったようなことが実際に抗体薬剤複合体等でも使われております。非常にこれも汎用的な手法ですし、選択性反応性ともに優れ非常に実用的なものでございます。一方で一つの制限としましてシステインがタンパク質に含まれる割合が低いということで、
必要に応じて遺伝子改変にして導入する、まあ、導入することによって、自在に入れることもできるんですけれども、天然のタンパク質そのものに使うという場合にはいろいろな多少のリミテーションも出てくるというようなことになっています。さて、ここでタンパク質の私たちが注目しましたのはこの N マッタンというものでございます。少し基本に戻りまして、このアミノ酸ですけれども、アミノ基とカルボン酸が持つこういったような分子がアミノ酸と呼ばれるものでして、まあ、20種類ございます。でそれらがこのカルボン酸部分とアミノ基がつながって、まあ、ペプチドと呼ばれるものですけれども、これが2つで次ペプチドですけれども、これがさらに長くつながったようなものがタンパク質ということになってまいります。そうしますと必ずこの一本差の中には N マッタンと C マッタンというものが存在してくるということで、このターゲットとする N マッタンというものは全てのタンパク質が持つ部位ということになってまいります。さて、このタンパク質 N マッタンをターゲットにした場合の特徴ですけども、タンパク質そのものは一本差で必ず N マッタンが存在しますので、全てのタンパク質がターゲットになるということになってまいります。それから、タンパク質というのは一本差がフォールディングと申しまして、折れたたまれたような球状の構造を持つものが多いということでございまして、その際に機能に関与する部分といいますのは、通常、例えばこういったもので示しますと、中心部分ですとか、もちろんいろんなものがあるわけですけども、一般的にこの端の部分というのは機能に関与している確率が非常に低いということがございます。したがってこの N マッタンをターゲットにした場合には、機能に影響を及ぼすことなく就職できる場合が非常に高いということが考えられるわけでございます。それから残機選択積方法との併用ということで、先ほどお伝えしましたような、例えばシステインというのは非常に重要な選択的就職のアミノ酸ですけれども、こういったものと併用して選択的に2つ3つというような入れる目的の分子を入れるということが重要になってくるわけですけれども、そういったものの1つのツールボックスとしてこの N マッタンというのが非常に有効であるということになってきます。実際にこういうタンパク質に対して3つの分子あるいは4つさまざまな種類の分子を入れることで、テーラーメイドなタンパク質の就職というのを達成することができます。さて、こういったような非常にユニークな特徴を持つ N マッタンですので、これまでももちろん就職のターゲットとしての研究はございました。最もよく使われておりましたのはこのアルデヒド誘導体と還元剤による還元的アルキル化という手法でございます。アミノ基に対してこの試薬を混合しまして、その後還元することで切れなくするというものなんですけれども、この N マッタンの選択性が低いというのが一つの欠点でございました。先ほどもお伝えしましたように、リジンというアミノ基を持った側鎖が N マッタン以外にもたくさん存在します。その部分にも反応してしまいますので、この選択性が低いという点が一つのボトルネックでございましたし、低い pH にしないとこれを N マッタンの選択性を満たすことができない。中性等の pH でやってしまいますと、その他のリジンアミノ基の他の部分にたくさん就職してしまうというような特徴がございます。また pH4.5 にするということは、反応性を下げて、穏やかな条件にして反応させているということなんですけれども、そうしますと収率が下がってしまうというようなこともドローバックになっているという、こういったようなことがございました。そこで私たちが見出しましたのがこの新たな N マッタン就職剤 1H123 トリアゾール4カルボアルデヒド、こういったような構造の化合物でございまして、以下 TA4C というふうに簡略化させて呼ばさせていただきますけれども、この分子を用いた N マッタン就職は非常に選択性が高いという特徴がございます。ほぼ 100% N マッタンしか反応いたしません。すべての N マッタンのアミノ酸残機に適用できる。すなわち N マッタンは20種類のアミノ酸が来る可能性があるわけですけれども、これまでの手法ですと、例えば N マッタンがシステインの場合だけですと適用できるような手法もございました。あるいはトリプトファンだけ、そういったような手法はあるんですけれども、この試薬ではすべてのアミノ酸の種類を問わずに N マッタンを選択的に就職できるという特徴がございます。
それから先ほども最初に冒頭に説明させていただきましたけども、この試薬自身を1段階で1工程で製造することができます。これも非常にこれ以上簡単にすることはできないというような製造法を見出すことができております。従いまして全2工程でタンパク質、就職タンパク質を調整することができる、こういったような技術でございます。以下もう少し詳しい技術の詳細について説明させていただきたいと思います。まずこの TA4C 分子の製造合成についてですけれども、アジド化合物あるいは臭化物から最短1工程で合成できるということにで私たち調整しております。アジド化合物 N3 のこの化合物、さまざまな化合物を市販しておりますので購入することができます。それからこのアルキンの誘導体、これをクリック反応と呼ばれる反応ですけれども、こういったような形でトリアゾールとアルデヒドを持った化合物に誘導することができます。アジドでなくてもですね、臭化物からも頸中でアジド化して同じようにクリック反応を行うということでも得られることができるということで、2ステップですけれどもワンポットでできるような形でこの就職剤を合成することができます。非常に簡便に合成することができます。またこの TA4C 分子ですけれども、実際に就職する際にはいろいろな分子をその後あるいは途中で官能機化しておきたいというようなことが出てくるかと思います。そういった際に例えばここにカルボン酸が導入したようなベンゾエトタイプのアジドに対して同じようにやはりこの TA4C 分子でカルボン酸を持ったものというのが調整できまして、活性化エステルを調整することもできます。したがって通常のアミド結合でさまざまなものを導入することができるということで、非常に汎用性もあるというような骨格でございます。それからもう一つこのアミン化合物からであれば1工程で合成が可能であるということも私たち見出しておりまして、これはディムロステインという少し有機合成の細かい話になってきますけれども、こういう転移反応がございまして、アジドあるいはアルキンといったものも簡便に導入できる。先ほどのお示したように合成でクリック反応を使っておりますので、例えばアジド分子アルキン分子が導入してますとその部分も反応してしまっていろいろな複製生物が出てくるということになるんですが、そういった場合であってもですね、例えばここに示していますようにアミノ基とアジド基を持つようなものをこの TA4C の前駆体となるような形でこの部分にニトロ基電子吸引器を入れたようなTA4C 分子を別途調整しておきます。これとこの分子を混ぜて攪拌するだけで少し分かりにくいですけども、この部分の最初に移民形成を伴って管が開いて反対側に行くということで、結果としてですねこの目的の分子が TA4C この五陰管のところですね、五角形の分子とアルデヒドがついたこの部分に導入できたような分子を調整することができます。中程度から高周率のものまで、これはこの部分によってくるわけなんですけれども、あるいはこういったような DBCO と呼ばれます歪み促進型のクリック反応ですけれども、でよく使われるこういった分子に関しましても、この私たちが見出しましたこの TA4C の前駆体と混合することによって DBCO を導入した TA4C 分子というものも十分な高周率で得ることができると、こういったような形で、この他にもですねいろいろアミノ基を試しておりまして、単純なアミン化合物あるいは比較的複雑なアミノ化合物あるいは色素、薬剤等のアミノ基があるもの、こういったものもですね1段階でタンパク質就職が可能な状態に持っていくことができる、これが非常にいろいろな用途に使えるのではないかというふうに私たち考えております。さて従来のこの、アミノ N マッタン就職試薬との技術の比較なんですけども、もともとこの N マッタン似たようなこのコンセプトで N マッタンの選択性を出すという技術はアメリカのバークリーのグループが報告したものでございますけども、その彼らの分子ですと、
当初は5工程で、つい昨年度3工程に縮めたような報告が出てきたんですけども、私たちはこれで1工程で合成できるものを持っておりますので、この合成ルートの簡便さという意味では、世界で最も短く簡単に合成できるということになっております。それからこういったような製造工程が非常に短縮できるということから、大雑把ですけども、製造コストも半分から3分の1程度までは削減できるであろうということが期待されます。さて、実際にこの収縮試薬を用いて、生体分子タンパク質ペプチド等に化学収縮を施した場合の結果を紹介したいと思います。こういったようなアンジオテンシンは生理活性ペプチドでございます。こういったペプチドに対してこの TA4C のベンジル基を用いたものを37度 C でバッファー中で、これは1時間ですけれども反応させますと、少し分かりにくいですけども、このアルデヒド部分がイミンと反応して、その後隣のアミノ酸のアミドの窒素の嗅覚的な攻撃によって、こういったイミダゾリジノン環という関係性が進行しまして、それによってこの N マッターの選択性というものを発現しているというのがトリックでございます。で、実際にこれは質量分析の結果ですけれども、こちらが未収縮のペプチドに対して、この分子が孵化したような N マッター収縮ペプチドがきれいに得られてまいります。このペプチドに対しての N マッターの収縮の結果ですけれども、非常に高選択的で、かつ収率も非常に高いということ、それからリジンの即座とは反応していないということも確認しております。少しこのテーブルを説明させていただきますと、これが先ほどのアンジオテンシンのペプチドで 92% 程度で収縮反応が進行します。その他のペプチドにおきましても9割以上の収率で狙った通りに収縮できていると。それからこのコントロールとしまして、 N マッタンがアセチル化されている場合には全く反応は進行しません。同じようにこのピログルタミル化という N マッタンが緩和したような構造なんですけども、この場合にリジンがここにあるので、もしリジンと反応するのであれば収縮孵化体が検出されるわけですけども、これが一切見えておりませんので、このペプチドリジンの即座に対しては一切反応していないということも確認しています。それからもう一つは、一つだけ収縮できないシークエンスがございます。それは2番目がプロリンの場合、プロリンの場合はアミドの NH がございませんので、この場合はイミダゾリジノン環が形成しないので、やはり収縮反応が進行しないということで、このペプチドでは2番目、先ほどお示ししたイミダゾリジノン環形成がセレクションの鍵になっているということも、この結果からクリアになっております。実際にではもう一つ大きなペプチド以外にもタンパク質でも収縮を検討いたしまして、こういったような RNase というタンパク質を用いて収縮反応を行いまして、ペプチドに比べますとやや反応の進行が遅いということが傾向としてはございまして、16時間程度で反応させておりますけれども、ここにはビオチン、いろいろなタグ等の生成で使われる非常に汎用的なタグだと思うんですけども、このビオチンと私たちの TA4C 分子を連結したようなもの、やはりこれでもきれいに収縮体が 79% で得られております。またフルオレセイン、蛍光色素ですけども、これも同じように TA4C 化しまして、タンパク質とこの RNase と収縮いたしますと 73% の十分な収率で収縮体を得ることができます。その他いろいろなタンパク質やっておりまして、いずれのタンパク質でも非常に高い選択性を得ております。例えばこういったような RNase で 90% ですし、他でも 94%、このアルブミンではやや低いですけども、それでも 66% 程度のものが得られております。したがって全ての N マッタンがあるタンパク質には適用可能であるということを私は確認しております。さて、この N マッターの選択性なんですけども、例えば先ほどのこのアルブミンで考えてみますと、アルブミンの中に N マッターは1つしかございません。で、同じように反応しうるアミノ基を持ったリジン即座っていうのは、この少し分かりにくいですけど青で示していますけども、全部で59個あると。
その状態の中でもこの N 末端だけを選択的に就職しているということで、その選択性が非常に高いということはご理解いただけるかと思います。また機能に関してですけども、この RNAZというタンパク質の N 末端は、活性中心が少し離れているんですが、その場合ですとこの色素をいろいろつけたものでも活性は保持できているということも確認しておりまして、この点でも N 末端の就職の優位な点を確認できております。これ一例としまして、この活性エステル、従来の方の比較ですけども、少し小さくて見にくいですけども、このピークがたくさん出ているということを見ていただけると分かると思うんですが、要はランダムに複数入ってしまうということでございます。それに対して私たちの技術であれば、pH が6から8であっても十分に就職体がきれいに取れてくるというのが特徴でございます。以上もう一度整理させていただきますと、このトリアゾール4カルバロデート TA4C という分子ですけれども、私たちが開発したこの分子は N 末端の選択性が非常に高い、それから全ての N 末端の残機に適用可能で1工程で製造できる、それから全2工程でタンパク質の就職が完了するような技術でございます。従来法との比較なんですけども、N 末端の適合性、選択性、それから就職工程、合成の工程数という意味でも、最も便利なものというふうに考えておりまして、そういう意味でも非常に応用の可能性はあるのではないかというふうに思っております。用途なんですけども、もちろんこの選択性を生かして一選択的な化学就職、それから就職際の簡便さでを活用しまして、医薬品ですとか、それから検査試薬への応用というのが一つのターゲットになるかと思います。それから例えばすでにあるタンパク質ですね、そのものを就職することができますので、もうすでに使われているような抗体薬、あるいは材料、何でもいいんですけども、こういったものの例えば動態解析ですとか、色素や放射性ラベリングを行うためのプラスアルファの手法としても有効であるというふうに考えております。それからタンパク質材料固定化の触媒バイオデバイスに展開も可能ということで、研究を進めているところでございます。用途の2ですけれども、このバイオ医薬品検査試薬ということで、多点かつ一選択的な化学就職が可能ですので、例えば従来こういう就職されているような抗体試薬等に対して、N 末端をプラスアルファ就職するということもできるかと思います。もちろんこの手持ちのタンパク質ですね、例えば遺伝子改変を行ってまたクローニングして大腸菌に発現、そのコンディションを探索というのは非常に長いプロセスがございますけど、今あるタンパク質をまず就職して使用することができるというようなアプリケーションも便利かというふうに考えております。それから固定化材料という意味ではですね、N 末端だけを配合して固定化するというのは、さまざまなこの検査試薬ですとか触媒活性の意味でも重要でございますので、こういった観点でポリマー単体電極細胞表面への固定化というのも非常に重要なターゲットかというふうに考えております。実用化に向けた課題ですけども、用途次第ではありますけども、すでに実用化可能なレベルの就職方法に仕上がっておりまして、いくつか企業の方とも相談させていただいているような状況でございます。強いて言いますと、就職反応の就率向上でございますとか、就職剤の低減、今多少過剰の試薬を用いていますので、そういったところが一つの課題になっております。それから就職体の安定性を制御できる技術というのも一つポイントでございまして、就職体はある程度平行で可逆的に離れていくという部分もありますので、ある意味ではドローバックですけども、その部分を活用して情報をですね、そういったような形の利用も考えられるかと思います。企業の皆様への期待することですけども、こういったような薬剤との化学就職、それからタンパク質ペプチドの情報のに関係するもの、あるいはタンパク質酵素の固定化を考えられておられるような開発には導入可能な技術ではないかというふうに考えております。またこの就職タンパク質の応用や特性評価の技術を持つ企業の方とのライセンスや共同研究を希望しております。以下、これに関する特許2件をここに示しております。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。